皆さん、こんにちは。クールスで知られる俳優歌手の岩城光一です。岩城光一の緊急逮捕の真相と自己破産で3億円豪邸売却した悲惨すぎる現在について紹介します。まずは岩城光一の経歴とプロフィールから紹介します。岩城光一は日本の俳優歌手タレントです。東京都中野区生まれです。クーズ所属です。日本大学鶴ヶ丘高等学校を卒業し、帝京大学を中退しました。デビュー前は舘ひろしと共に原宿表参道を拠点にした硬派バイクチームクールスで副団長を務めていました。矢沢永吉がリーダーだったロックバンドキャロルの親衛隊として有名となり、キャロルの解散コンサートの DVD は当時の岩城がキャロルとの出会いを語る場面から始まります。岩城自身は当時は音楽には全く興味がなく、それまで矢沢永吉も知らなかったと語っており、クールスの選抜メンバーで結成された同名のロックバンドクールスが紫のハイウェイでデビューしますが、これには参加しませんでした。クールス時代にハーレーダビッドソンに乗った姿が平凡パンチと週刊プレイボーイに掲載され、その写真を見た東映に岩城単独で70万円やるから映画に出ないかと誘われ、俳優として芸能界にデビューを果たしました。デビュー作は1975年の東映新幹線大爆破です。そして同年の東映爆発暴走族では主演を務めました。1981年からは倉本総脚本のテレビドラマ北の国からフジテレビ系などの作品に出演です。妻の結城アンナとコマーシャルでも共演しました。2003年8月、世田谷区の自宅が競売にかけられ1億6100万円で落札されました。2004年、宇崎竜童と世良政則との CM 共演をきっかけにしてアコースティックパフォーマンストリオジェントル3を結成、全国各地でコンサートを行ったほか、ライブアルバムもリリースしました。岩城光一といえばアウトローな雰囲気が魅力の俳優、デビューのきっかけには俳優の舘ひろしも関係しています。1974年、当時20代だった2人は都内の飲食店で出会いました。食事をしていた岩城光一に舘ひろしがバイクを指して、あれ君のと話しかけたのがきっかけで意気投合した2人、共にクールスというバイクチームに所属し、岩城光一はそこで副団長を務めていました。クールスは雑誌などにも掲載され、それを見た東映が岩城光一をスカウトします。ところが芸能界デビューからわずか2年後の1977年には各財取締法違反で逮捕され、その保釈中、今度は改造ピストルを組員に預けたとして銃刀法違反で再逮捕。その後は無事に復帰を果たし、作品にも出演しています。現在の芸能界とはコンプライアンスの基準が異なっていたため、復帰へのハードルも低かったのかもしれません。岩城光一さんは逮捕歴がありました。組員との関わりがあったのですね。デビューして2年後に逮捕とは、岩城光一さんを語る上では逮捕もやんちゃ伝説の一つなのでしょうか。30歳で普通自動車免許を取得後、1980年よりレースを始め、全日本スポーツプロトタイプカー耐久選手権、全日本 F3 選手権、全日本ツーリングカー選手権などに参戦しました。バブル景気全盛期の1990年と1991年には国内最高峰のフォーミュラカーレースだった全日本 F3 全選手権に参戦しましたが、当時は参戦台数も多く、予選通過を果たせたのは1戦のみでした。岩城光一さんは30歳で自動車免許を取得したのですね。取得してすぐにレースを始めるとはレーサーとしても伝説を持つ岩城光一さんのイメージそのものです。その後は日本の有名レースに多数参戦、お金がかかりそうです。趣味のバイクレースやスキューバダイビングなどの浪費、住宅ローン、事務所の借金などで破産寸前まで追い込まれ、自宅を競売にかけることでなんとか自己破産を逃れたこともあります。2003年に女性自身が報じたものなのですが、家のローン、趣味のバイクレースやスキューバダイビングで5億円近い借金です。その他には、岩城が社長を務める会社が約5億円借金し、自宅を借金の担保にしていたことが原因とも言われています。岩城光一には、家のローンや趣味のバイクレース、スキューバダイビングで5億円近い借金を抱え、
自己破産寸前まで行ったという噂があります。世田谷区にある地上3階建て地下2階の豪邸を競売にかけ1億6000万で落札されたことで自己破産を乗り切ったのだとか。その後俳優として常に作品に出ずっぱりという状況ではないように見えますが、岩城浩一が困窮している様子はありません。4年前に建てられ吹き抜けホールやバイクガレージもある豪邸です。私は遊びのために人に金を借りたことはありません。5億円という数字も正しくありませんと否定しています。家のローンを融資してもらった銀行東京商銀信用組合が潰れて返済が一部滞っていただけです。今は返済法を RCC 整理回収機構と話し合っており、最終的には競売にはならないと思いますと説明しています。結局競売により1億6100万円で落札され、なんとか自己破産だけは逃れました。岩城浩一さんは趣味での浪費は否定しているようですね。また5億円という借金の額も否定しています。でも多額の借金で豪邸が競売されたのは事実のようですね。伝説の男は借金の額も大きいです。実現は叶わなかったものの、2014年には日本で活動する芸能人で初めてとなる宇宙旅行を行う予定でした。言うまでもなくこれには高額な費用が必要だったはずです。実は岩城浩一は本業以外にもいくつかの肩書きを持っています。2020年2月には神奈川大井射撃場の代表取締役会長に就任、自動車やオートバイレースの実践経験を生かしてチームを率いるほどなので、イベントや PR 関連の収入も得られていることでしょう。2020年12月からは自身の YouTube チャンネルハッシュタグ51テレビに動画をアップするなど幅広い活躍を見せているため、俳優業以外の部分で安定した収入を得ている可能性が高そうです。岩城浩一が北米トヨタの大型ピックアップトラックタンドラの最新モデルを購入したと報告しました。2022年にトヨタタンドラを手に入れたと伝えている岩城。しかし2024年3月9日公式 YouTube チャンネルハッシュタグ51テレビに公開した新車購入岩城浩一のバカでかい車がこちらですと題した動画で、新型に変えましたと明かし、運転席側のドアに51ガレージと刻印した新型トヨタタンドラをお披露目しました。岩城は2022年10月にトヨタタンドラを入手したものの、すぐに新型が発売されたことで揺れ動きます。そんな時に知り合いから購入時の価格で旧型を買い取りたいとの打診があり、どうしても新しいのが欲しかったという岩城はそれに応じ、この度新型を購入したのだといいます。同社は排気量 3445cc の V 型6気筒ガソリンツインターボエンジンを搭載しており、岩城は早いですよ、パワーもあるしねと走行性能に太鼓判を押します。ホイールは24インチと大型ながらも、車がでかいからホイールがでかいっていう感じはしないよねと外観の印象を語りました。また同乗する妻の乗り降りの負担を軽減するべく電動サイドステップも装備です。このほか車体の後ろには牽引用のヒッチポールも搭載していました。なおこの日、岩城は東京から兵庫県加古川町まで 474km ほどの道のりを新型タンドラで走行したとのこと。肝心の乗り心地は高級車と変わらないと述べ、長距離移動においても疲れない、すごく快適と評していました。その後内装に目を向けて、サンルーフに自動開閉式のバックドアガラス、大きなカーナビなどを紹介した後、岩城はさすがトヨタだよねと一言。これまでアメ車であるシボレーやフォードなどの大型ピックアップトラックに乗ってきたものの、トヨタはやっぱりさすが、出来が良いよねとし、アメ車って大丈夫かこれ、剥がれてないと思うんだけど、そういうのが全くないし、全てがすごいよくできてると手放しで称賛しました。岩城といえば独自のセンスで愛車を改造することでも有名だ。そこで YouTube のカメラマンから今後いじりたい部分を問われた際には、出来が良すぎる新型タンドラゆえ今探してるんだけど本当になかなか何もなくてとしながらも、グリルを交換することに加え車高を上げようか下げようか考えているとも話していました。リアルにアウトローな過去も持ちつつ、
男気あふれるエピソードも豊富な岩城浩一、独自のキャラクターを武器にこれからも活躍し続けてほしいものです。最後までご視聴いただきありがとうございました。何かございましたらコメントください。よかったら高評価とチャンネル登録もよろしくお願いします。ではまた次回でお会いしましょう。